なんか今熊本がすごいことになってるって聞いたんですけど、知ってます？なんやその上から来る感じは、アバカケンって。まあよかったい、コモカ画面くせによう知っとるな。そぎゃんて、実は今世界トップシェアば誇る半導体企業が熊本に進出してきたけん、半導体関連事業ての不動産ってのが何様激安に盛り上がっとるったいね。半導体って私の中にも入っているあれよね。そうそう、パソコンやスマホはもちろん、自動車、AI、家電製品、ロボット、データセンター、5G などあらゆる分野に使われとる現代社会に欠かせん電子部品とよ。え、おお、どげんしたと。先輩にも入ってましたっけ。おお、一回ごめんちゅうを。でもそんなザ最先端な半導体事業に関われたら、うん、世界を牛耳れそうだな。エスカってマジョンボスなっとる。バッテン、実際需要が山ごとあって供給が追いつかんで半導体不足が問題になっとるぐらいだけ、あながちそれも間違っとらんかもな。どうしたら半導体に関われる仕事に就けるんですか、教えて。半導体不足先輩。いや、俺ん中の半導体が足りとらんみたいな呼び方やめなっせ。おん、熊本の創業大学なら半導体人材を育成する環境が整っとるって話。機械工学科、ナノサイエンス学科があって、情報学部で半導体回路設計コンテストが開催されてるんだ。そぎゃんたい、こっでしっか学べば将来半導体関連企業に就職する基盤ができるけん、熊本もって世界的にも最先端の事業に関われるようになるはず。最先端。じゃあ創業大学で半導体を学んで、やつらみんなを牛耳る。ですか。だけん、そんだけやなくて英会話力を鍛えるまうごつすごか教育があるけん、英語面接もよかてば、グローバルに牛耳る。なんさま、タイヤ学べて牛耳れる、あいたたまちごとは映ってしまう。はいはい、じゃあ調べてみるわね。